水難救助とは、船舶の転覆事故や遊泳等で何らかの理由により、水難事故に巻き込まれたものを捜索、救助することである。現地の水性地性をよく知り、可能ならば、相応の体力と技能を持った者が、水難救助活動に当たることが望まれる。ライフセービングの唯一の国際組織として85、カ国以上が加盟する、国際ライフセービング連盟がある。 水難救助を専門に行う者は以下の技術を身につけていることが望まれる。日本では河川や湾内等なら警察と消防の水難救助隊、海上では海上保安庁の潜水士やライフセービング等の民間団体も救助活動を行っている。さらにこれらの部隊では対処困難の場合に航空自衛隊、海上自衛隊の救難員に 災害派遣要請がされる。2010年現在、以下の専門組織が存在している。専門組織ではないものの、民間組織が救助活動に参加することもある。回転翼気横浜消防ヘリコプターによる水難救助訓練上空から要救助者を捜索し、陸上からの救助が不可能な位置の救助や、医療機関に搬送する時間を短縮するために、 ヘリコプターを用いることが多い。着陸するスペースがない場合には、ホイストで救助員が降下し、ヘリコプターに収容する。特に海上は気流や天候が乱れやすいため、ホバリングさせるのも困難であり、パイロットには、海上得意な気候を理解し熟練した操縦技術が必要となる。都道府県警察ヘリコプターは、警ら活動、犯人追跡を、 消防防災ヘリコプターは、空中消火、救助活動、救急搬送、災害地の被災画像転送などの任務も、併任しており、水難救助に特化しているわけではない。そのため、自治体のヘリコプターが対応できない場合は、救難捜索を本務とし、全天候型で高性能な、救難専用ヘリコプターを有する航空自衛隊や、 海上自衛隊に救助活動を依頼することもある。2010年現在、以下の組織、企業が活動を実施している。運用機固定翼機日本は、北西太平洋上に広大な排他的経済水域を有し、そういった海域内では、漁業関係で多くの船舶が操業している。また、海上貿易等ではさらに遠方海上を国籍に、 関わらず多くの船舶が後悔している。しかし、ヘリコプターや船舶の力だけではそういった遠方の事故には迅速に対応できないため、このような遠方での海難事故では捜索活動を中心に速度や航続距離で優位な固定翼機を対応している。特に、海上自衛隊が有する飛行艇を用いた救助活動は世界的に見ても珍しい。 2010年現在以下の組織が活動を実施している。運用期アメリカ合衆国ではライフセーバーがライフガードとして年間を通じて海水浴場の事故防止や安全管理業務を行っている。アメリカのライフガードは行政と雇用契約を結んでいる特別地方公務員である。陸地での救助活動は警察と海上での救助活動は アメリカ沿岸警備隊が担当しており、ライフガードはその中間の領域を担当している。ありがとうございます。